聖心女とは、神を生みし女を意味する、聖教会における、イエスの母マリアに対する継承。一般に言われる聖母、マリアのことであるが、日本聖教会では、聖母という表現は用いられずもっぱら、聖心女、生仮民女マリア、生仮民女マリアとの表現が用いられ、生仮民女、マリアを単に聖母マリアという語に限定してしまうのは、誤りであるとされる。聖教会では、 生か民女、マリアを神の母、第一の聖人として位置づけている。アトス山のヒランダリュ修道院にある、生か民女、マリアのイコン。ダマスコの西洋案によるイコンの構図で、身元での生信女と呼ばれるタイプである。左下に、生信女のものではない手が描かれている。製造破壊運動の時代。 東ローマ帝国皇帝の策略によって、イコンを描く手を切り落とされた聖ヨアンであったが、生真女の非語により手が回復したという奇跡があったと伝えられる。この奇跡に感謝してヨアンが手を描き加えたのがこのイコンの構図の始まりだとされる。聖神女の言語はギリシャ語、シータイプシロンタウカッパであり、これは、神を生んだものという意味である。つまり、 神を生む者という称号であるがゆえに男性敬語尾を保つ女性名詞であるが、それが教会スラブ語でを生む女の意と翻訳されたことを反映し、精神女と訳された。日本ハリストス聖教会では聖母という語は用いない。精神女、神の母、ええただし導女、道女、同貞女、女祭、女王といった表現が祈祷書には用いられており、 日常的にも生仮民女マリアと呼ばれる。これらの訳語が用いられる理由としては等が挙げられる。なお、マリアとマリアの違いは転写の違いに由来するものであり、あまり、日本正教会でもいずれを用いるかは関わられていない。ただし、聖書、祈祷書や聖歌では、マリアで統一されている。生仮民女マリアに対しては、正教会では他にも様々な称号が用いられている。 いくつかの例外はあるもののほとんどの場合、聖書、祈祷書等における言語の違いに応じて訳語が逐一、割り当てられており、言語を日本語から推定しやすいシステムとなっている。例えば、マザー・オブ・ゴッドには、神の母の訳語が、シア・トークスには、聖心女の訳語がそれぞれ挙げられ、定約として使い分けられている。以下に挙げたもの以外にも様々な呼び方があり、 組み合わせも含めると膨大な数に上る。ビクトル・バスネツォフによる1901年の作品、精神女。数形の対象としてのイコンではないが、作者の祖父がイコン画家であり、作者の父は司祭であり、作者自身も神学校に在籍していた経歴があることを反映してか、伝統的なイコンの様式と世俗的な芸術とが融合した世俗絵画の傑作である。 なお、左右に描かれた天使は、セラフィムである。高橋康之、ギリシャ聖教292ページ、講談社学術文庫、1980年。聖母、戦前、戦後すぐの時期には、書籍や聖同盟で用いられているケースもあったが、極めて稀である。現在では、要例は一切見られなくなった。また、明治時代から現在に至るまで一貫して、祈祷書では、 聖母という表現は全く用いられない。現代ギリシャ語読みを本校では採用する。古典再建音では、テオトコスとなる。久松英二、ギリシア政教統方の佐都市134ページ講談社宣書メジア SBN9 千7840億6258万5255、ハットエビ久松英二 ギリシア正教統法の里都市137ページ降団者戦争メジア SBN9 長7840億6258万5255久松英治ギリシア正教統法の里都市136ページ降団者戦争メジア SBN9 長7840億6258万5255訳語は日本正教会の祈祷文 温情を満ちこむる者による、ありがとうございます。